じゃりんじゃりん稼ぐぜ。ボロ儲け。ガンガン稼ぐぜ。ボロ儲け。じゃりんじゃりん稼ぐぜ。ボロ儲け。ガンガン稼ぐぜ。桐生君、準備よければカムロ町を出るぜ。蒼天堀に向かう。ああ、そうか。よし、それじゃあ入ってくれ。な、お待ちしてました、桐生さん。あなたが蒼天堀に行く前に空の一壺の持ち主について。ああ、その人物は今うちと協力関係にある。協力関係にある組織。その組織については後で小田さんから説明してもらいます。ただどちらにしろ大阪は近江連合のお膝ですから、空の一壺の所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になります。なるほど。ええ、この役はやはりあなた方にしか。桐生さん、あなたは空の一壺にどんな価値があるのかと聞きましたね。ああ、あんたはそれについちゃ
企業秘密だと言っていた。ええ、ですが桐生さんには近いうちにお話できると思います。あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたら、そのためにも無事に神室町に帰ってきてください。桐生さん。わかった。それで空の一坪の持ち主はどういうやつなんだ。若い女性です。ただどうも目が不自由とのことで、ほぼ失明しています。え？その殻の一坪の所有者は牧村誠という人物です。裏社会の複数勢力から標的。ちゃんさ、忠告したよね。殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でも真島ちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟に成し付けてお前を登場界に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、百歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃、足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあるんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして、可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ。親の前ではな。あ？次の日その猫を殺してやったよ。お前のことは必ず殺すよ。でもその前にあの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。
あの泥棒猫、蒼天堀じゃ見ない顔だったな。もしかしてマジマちゃんの古いお友達？知らんわ、あんなやつ。ふん、なんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのや。あいつは売春の元締めなんかしとらん。あないな小娘に一体何の価値があんのや。知りたい。教えたくても教えらんないな。俺だって知らねえんだからよ。はあ？マジマを使って牧村誠という人間を殺せって、それだけだからな。俺が兄弟から聞いてる話は。兄弟？そしたら女殺せっちゅうのは島野の親父からの命令なんか？そう。だからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよ。なんで親父は俺にやらせようとしたい？さあな、それは俺にもわかんねえ。とにかく白スーツの男、本当に心当たりないんだな。ああ、せやけど気になることはある。ん？奴は女を奪って生きよったが、殺そうとしてるようには見えへんかった。それは西谷も同じ。ん？ちょっと待て、西谷ってグランドで暴れた鬼人会のか？西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村誠を渡せ言ってきた。あの子を殺すつもりやったらそない面倒くさいことはせんやろ。西谷が別の死体を用意？おかしいな、初耳だな。まあ西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かった。ってことは奴ら来るかもしれないな。あり得る話や。どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか。確かに西谷らしい手口だな。そうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが、札にしょっぴかれて今頃留置所か。いや、西谷やなくても組員もいろいろ知っとる風やった。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。はあ、そしたら組員からたどれ。鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる。確か3階だったはずだ。分かった。真島ちゃんさ、西谷のこと以外に俺に隠し事ないよね？あらへん。ああ、もしも何か隠し事してたら殺す言いたいな。分かってきたね、真島ちゃん。
マジマ？なんでおめえが。おう、牧村誠はどこへ。はあ、何言うとんねん。あれ、俺んとこからあの子を盗んだ男。何のことやらさっぱりわからんな。何様やねん、メチキクみたいにフラッと入ってきよって。わしら極道やで。そら拳で聞けっちゅうことか。お前らもう何遍も俺に負けとんねん。あの子の居場所知っとんのか知らんのか。知っとっても知らんでも生きて返さへんで。あれ、お望み通り拳で聞いたるぜ。ほんまか。ほんまや。わしら今までずっとあんたがあの女を持っとると思っとったんや。せやったら俺からあの子を奪っていった男は誰や。お親父の仲間やったとして俺らは知らんのや。親父は俺らに何も教えてくれへんのや。ほんまや。聞きたいことがあるんやったら親父に直接聞いてくれや。西谷は札にしょっぴかれて留置所やろが。せやったらあんたも留置所に入ったらええんや。ふざけとんのか。待て、ふざけたへんって。ビリケン。そうや、ビリケンさんちゅう刑事や。親父の窓口になっとる人で。賄賂でも渡すっちゅうことか。それはビリケンさん次第や。誰でも会わせてくれるわけやないけど、いつも毘沙門橋のところにおる。よし、その言葉信じたろ。西谷がなんでお前ら組員に何にも教えへんのか。脅されて口悪いような組員やから。口の軽いヤクザすか。気につけやがる。何あれ、危ないな。おっ、顔がイラつくわ。いや、マジで見てね。
いらっしゃいませ。ありがとう。誰や、あんちゃん。俺は真島五郎っちゅうもんや。俺はどうしても奴に会うて聞かなあかんことがあるん。おめえは西谷のなんや。俺はダチアラヒ、西谷の敵。敵と名乗る奴をわざわざ引き合わせると思うか。ダチって嘘ついたとこであんた見破るやろ。西谷は用心深いやつや。正直に言うたらあんたも一手間省けるやろしね。潔んやな。分かっとる。なん、いややな。どないしたらいい。真島言うたな。ちょっと一杯付き合うてくれるか。ああ、ちょうどええとこに。ほら船も来たしな。屋形船。お座敷遊びでもするんか。黙って乗ったらいいんや。西谷に繋いでほしいんやろ。真島言うたな。お前西谷のなんや。さっきも言うたやろ、敵やって。酔っ払っとんのか。敵にもいろいろあるやろ。いろいろ。ほんまに殺したいと思う敵もあれば、立場が違えばダチになれた敵もあるやろ。西谷とは会うたばかりや。あいつのことはよく知らん。あんたは奴を古くから知っとるんか。古いもなんもあいつがガキん頃から知っとるわ。ほう。西谷はどんなガキやったんや。万引きのうまい赤ちゃんでな。幼稚園に入る頃にはすりと置き引きも覚えとったの。小学生でカツアゲ、中学生で車嵐、そんなガキやったな。なんや、想像通りやな。その調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか。人を刺して殺したんが奴が高校の時やったな。えらい飛び級やな。せやけどデカのあんたがなんでそないなやつの窓口なんかしとるんや。なんや。おい、どないなっとるんや。遊びに付き合い言うてやろ。行くんや。三途の川底や。三途の川底。
何やここは。何の目的か戦時中に掘られた空間をわしが改造したんや。あんたが。まあ金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな。正式な名前はあらへんが、知ってる人間はここをサンズの川底て呼んどる。縁起でもない名前やな。そら縁起なんてあってたまるかいな。なんて言うてもここは罪人の処分場なんやからな。世の中には法で裁かれへん罪人が5万とおる。証拠が一個もなくて立件できんかった殺人鬼、政治の都合で公にできんテロリスト、世界中のそんな奴らをここに捕らえとる。なんで殴り合っとるん。この闘技場で1年間叩こうたら茶場に戻したるっちゅうだろ。ルールは一切無用や。卑怯な手使おうが、あえて殺そうが構わん。そしたら死に物狂いで戦うやろ。けど、どんな奴でも毎日戦わせてみ。まず1年もだ。罪人同士で死刑を執行させようてるわけ。決す。罪の償いと世の平和のためや。ほな、この観客は何やねん。命かけた本物の殴り合いなんてなかなか見れるもんやない。どんなもんでも珍しいもんには大きな金が動くってもんや。何が罪の償いや。金めったなこと言うもんやあらへん。しがない刑事のささやかな副業や。で、俺をここに連れてきたのはなんでや。実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わる場合せんでな、勝負がマンネリ化しとる。そうなりゃ賭博の上がりも寂しなる。いやお前さんが試合盛り上げてくれたら俺に出場せよ。何も1年間戦い言うんやない。ほんの3人ぐらい勝ち抜いてくれたらええんや。あんたみたいなクソなデカめったせやけど。ええ返事や。そん代わり3人勝ち抜いたら必ず西谷に合わせるんやで。ああ約束してある。ほんならお前がリングに上がるよう手続きしてきたる。ちょっと待って。ねえビビった。Yeah.